ようございます。今回は奥琵琶湖に来ております。いやー、雪景色でしょう。すごいでしょう。今年はより一層バスフィッシングを頑張っていこうということで、新しい企画ガチで60釣りに行ってきた、略してガチ6、イエーイということで、第1弾はですね、冬の奥琵琶湖に来ております。ロックエリアをメインでやっていこうかなということで、もうウェーダー来てね、完璧に装備して冬の琵琶湖で、でかいバスを狙っていくという、もうでかいバスだけに焦点を当てて狙っていくというのがこの企画の醍醐味でございます。はい、ということで、まあ、奥琵琶湖メインね、いろいろ乱眼しながら頑張っていこうと思います。ちょっと来る、そう、減衰もしてるし、ここはちょっと怖さなので、カバスキャ4インチ、まあ琵琶湖といえばね、カバスキャ、ちょっとぶん投げていきます。ウッドは、バンタムの MH2、 メタニウムのこれは XG です。で、ラインはフロロの20ポンドにしてます。やってくぞー。うおー、危ねー。ディープまで届けばいいんだけど。でもマジでこんなに降ると思ってないから、雪が、雪降るのは知ってたんですけどね、マジでここまで降ると思ってなかった。びっくり。釣りたいぞー。
60。遠浅だね。まずは沈み虫で遠くを狙ってみる。イメトレはもうバッチリだから、当たったらクラッチを切って20秒ぐらい走らせる。20秒も待てなそう。浅いな、ずっと。なんか大きい岩に当たるとかでもないから。Thank you.